ではまた中央のカメラの方から目線出しをお願いいたします中央のカメラから目線出しをお願いいたしますえ皆様おはようございます、えー、っとランウィズユープロジェクト第一生命健康応援サポーター代表の竹井由美です今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて竹井さん ラのラミズプロジェクト第一生命健康応援サポーターとして任命されたわけですが今のお気持ちを教えてくださいそうですねあの今の時代健康というキーワードにとても関心が高まっていると思いますのであのそういう,こう,いうあの応援できるサポートできる役をあのいただけてとてても光栄に思っております、はい、これからサポーターとしてこうどのような方を応援していきたいというのはありますか そうですね健康に気を使っている方には特にやっぱりできるだけ全力でサポートしていいいいきたいなと思います、うん、はい、その笑顔で応援をしていただきたいですしまたこういった方その健康に気を使う方というのがどんどん増えていくとまたいいですよねねそうです、ねあのはい、よりあのこういうプロジェクトによってあの健康に気を使う方々が増えていったらいいなと思いますね。はい、はい そして今日ご登場いただきましたこのスポーティーな装いで登場していただきましたが武井さん、こういった格好はよくされますかやっぱり運動するときとか今、私はアクション練習なんかもしているので、うん、そういったときりこういう動きやすい服装でやりますね、はい、あの日々、すごく忙しいと思うんです、ね、その中で体調管理とか何か気を使っていらっしゃることありますか。 時間が不規則なのであの食事をとるのもやっぱり夜遅くなってしまったりとかすると、はい、次の日朝起きたらちょっと体が重かったりとか割と実感するので、はい、そういう食事の面でも気をつけますし、うん、でも私は何より睡眠が一番かなと思いますね。うん、あの肌もも。そうだし、し髪にも、うん、睡眠をっっかりとっていればあの 内面からもこう外見もすごい元気になるので、はい、なるべくしっかり寝るように心がけてますね。うん、はい、睡眠もとっても大事ですよね。ね時間があるとき何か運動したりとかも竹さんありますか？私はですね、あの、うん、まああの今後やる役柄上で、あのアクションを今練習していて。はい 割とこうミッドウチっていうんですか、そういったもので練習しているので、うん、初めてのことなんですけど、ちょっと楽しみながら、はい、やっぱり汗を流すと本当に気持ちいいんだなっていうのを最近実感しながらやってますね。はい、ミッドウチすごい運動量そうですね。はい、もうなんかずっとロッキーの音楽を、はい、<laughs> こうイメージしながら <laughs> やってますね。はい